リバプールセンターは得点してたよね。ベルナード・シルバーはね、めっちゃいいけど。ペップはジェイスに満足してなかったのでしょうか、それともシティに残したかったのでしょうか。あれですよね、起用法とか見てるとワントップは任せづらいけどみたいな感じにでしたよね。ジェズスのトップ使った時もリバプールセンターは得点してたよね。なんかこうデータ的にやっぱアベレージ悪かったりとかするのかね。僕は普通にペップシティの 2-3-1 のシステムの1のベストな人材はジェズスだと思ってますけどね。ベルナード・シューバーはねめっちゃいいけど、であとはあれですよね、ジェズス自体もサイドに使われるより真ん中で勝負したいだろうから、合わせの後の使われ方もそう見えてるし、ユリアン・アルバレス来る、ハーランドも来るっていう風になったら、じゃあまた自分サイドかもしくは控えかってなったら、信頼してるアーセナル、アルテタの下でアーセナルでちゃんとしっかりトップで勝負できるぞってなったらそっち行くっていう、でしっかりお金アーセナルが払うんだったらシティとしてもまあ出すかっていう、まあそういう流れかなと思うんですけどね。あとは、まあ、シティアーセナルの内側の情報とか僕より知ってる人いたらチャットお願いします。シンチェンコやっぱり中盤起用でしょうか。いやサイドバックじゃないですか、ティアニーまだ怪我してるし。